テームラズ・シャラシェニゼは、ジョージアの医師、外交官。チューブルガリア大使、チーアゼルバイジャン大使、ュウクライナ大使、グアム常任代表を歴任。1952年に、ジョージアのトビリシで誕生。1975年に、トビリシ国立医科大学を卒業。1979年、ルスタビシ医師会に医師として入り、後に副医市長、医師長へと承認。 1987年から1991年まで、ジョージア保健省で局長。続いて、ジョージア内閣府の社会問題局で副局長、局長。1996年以降は、外交官となり、トルコのザイア安から大使館で一等書記官として、領事業務に従事。続いて、中イスタンブル総領事、中ブルガリア総領事、中ブルガリア,ガリア特命全権大使。 無人所大使、中イスタンブル総領事、中アゼルバイジャン特命全権大使、無人所大使を歴任。2019年に中ウクライナ、特命全権大使として、指名を受け、9月18日に新任状の写しを、ウクライナのバシリー・ミロノビチ外務副大臣に提出。そして11月7日、新任状を、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領に法定した。 グアム常任代表も兼任。ロシア語、英語、トルコ語、ブルガリア語に堪能。ありがとうございます。